もう日も暮れかかった頃、三台の箱馬車を並べた小さなサーカス団が町を出て行きます。町外れまで来ると、サーカスの団長さんは馬車を止めて、そこまでぞろぞろついてきた子供たちに挨拶をしました。皆さんさようなら。ゆうべはたくさんの拍手をありがとう。私たちはいつかまたもっと素晴らしい出し物を持ってやってきます。それまでどうか私たちのこのサーカス団のことを忘れないでいてください。それではごきげんよう。それさようなら。さようなら。約束だからね。さようなら。行ってしまったよ。今度はいつ来るのだろう。いつかさ、5年くらい経ってからかな。いや、3年くらいさ。サーカスのキャラバンが見えなくなると、子供たちは町へ引き返して行きました。町の中央広場まで来ると、そこに昨日までサーカスのテントの張ってあった跡が、そこだけ何かをむしり取られた跡のように丸くポカンと広がっております。子供たちはそこにぼんやり立ち止まって、夕べそこで見た空中ブランコやはしごの上の逆立ちや火の輪をくぐったライオンや華やかなフラーレのことをもう一度思い出していました。砂漠からの風が紙くずをくるくると飛ばしてゆきます。またあのガミガミと怒るお母さんや不機嫌なお父さんのいる部屋へ帰るのかと思うと、子供たちはみんなうんざりしました。宿題もしなければいけませんし、明日からまた学校へも行かなければなりません。サーカスはいいね。町から町へサーカスをして歩くのは楽しいだろうな。きっと毎日がお祭りみたいだろうな。大きな町へ行くと市長さんに招待されてパーティーにも出たりするんですって。ねえ、どうだろうみんな。これからあのサーカスを追いかけてってみんなで雇ってもらわないか。僕はやめるよ。だってサーカスでは芸ができないと団長さんに鞭で打たれるっていうもの。僕もやめるよ。サーカスに一度入ってしまうともう二度とそこから抜け出せないって聞いたからね。私もやめるわ。あの人たちは帰る家がないから明日歩き回っているんだって。お父さんが言ってたわ。この前の日曜日に教会で聞いたんだけど、あの人たちは神様に忘れられてああいうことをさせられているんですって。子供たちは一人去り二人去りして、最後に広場に残ったのはロロとその妹のナナだけになってしまいました。どうする、ナナ。僕たちもやっぱりやめて帰るかい。もっとも二人は帰ってもお父さんやお母さんが待ってるわけではありません。意地の悪いおじさんとおばさんがいるだけでした。ロロは自分一人がおじさんやおばさんにいじめられるのはなんとか我慢できましたが、まだ小さなナナがいじめられるのを見るのは耐えられませんでした。私サーカスに行くわ。私うちで撃たれてもいい。二度とそこから抜け出せなくてもいい。帰る家がなくてもいい。神様に罰せられてもいい。もうあの家に帰るのは嫌。そうかい。それじゃ今からサーカスを追いかけよう。実はね、ナナもきっとそう言うだろうと思って僕はちゃんと用意をしといたんだよ。ポケットにほら黒パンと、それからこっちにはチーズを入れてきたんだ。これを食べながら行こう。なーに大丈夫だよ。あの場所だって夜中歩くわけじゃない。今頃はきっと砂漠のどこかにテントを張って野宿をしているよ。その夜、二つの小さな影が町外れから北へ続く砂漠の道を
とぼとぼと出て行きました。星明かりに青白く光る砂漠の中で、その二つの影はひどく心細く見えました。しかしロロもナナも街の明かりを一度も振り返ることなく、黙って一生懸命歩いて行きました。時々立ち止まって黒パンとチーズを代わりばんこにかじりました。疲れたかいナナ、もうすぐだよ。あの丘を越えればきっとサーカスのテントが見えるからね。僕は身が軽いからきっと綱渡りの芸人になれると思うんだ。ナナは歌が好きだから楽団に入れてもらうといい。でも2つ丘を越えても3つ丘を越えてもサーカスのテントは見つかりませんでした。この次だよ。この次の丘を越えればきっと見つかるよ。あ、流れ星だわ。何か良くないことがあるのかしら。ナナはその時初めて町の方を振り返りました。遥か向こうの町のあたりの空がぼんやりと明るくなっていて、かすかに教会の鐘の早打ちの音が聞こえたようでした。ナナの空耳だよ。さあ急ごう、もうすぐだからね。5つ目の丘を越えた時、ようやく2人は目の下の砂漠にサーカスのテントがひっそりとうずくまり、星明かりに青く輪郭を放っているのを見つけました。しかし2人はまるで奇跡を見るもののように息を呑んでそれを見つめました。しかしその時ナナは追いかけてくる風の中に再び教会の鐘の早打ちの音を聞いたような気がしました。こんばんは、こんばんは、誰かいませんか。こんばんは。誰だね。私たちはサーカスに雇っていただきたいと思って来ました。団長さんにお会いしたいのです。私がその団長だよ。ロロもそしてナナもびっくりしました。町で見た血色のいい陽気な団長とは似ても似つかないほど追いさらばえていたからです。そしてその老人の後からゾロゾロ出てきた人々を見て、二人はもっと驚きました。空中ブランコ乗りもキッピエロも猛獣使いも楽隊のメンバーもそれぞれみんな青白くやつれ果てて寂しそうなくたびれ切った様子をしていたからです。そうなんだよ、サーカスの仕事というのがどれほど不幸で危険な仕事かということを君たちは知らないんだよ。それは空中ブランコから落ちたり猛獣に襲われたりすることを言ってるんじゃないよ。私たちに帰る家や迎えてくれる家族がいないことを言っているのさ。私たちはまるで知らない星から来た人間のようにこの世の中をあちらこちらさまよい続けなければいけない。それがどれほど不幸で危険なことか君たちには決して理解できないよ。でもいいんです、私たちはもう家には帰りたくないんです。ナナもそうだね、うん、聞こえるかね。私の言う危険がもうすぐそこまで迫ってきているよ。その時でした。ロロとナナが今越えてきた丘をいきなり数十人の馬に乗った男たちが松明を掲げて駆け下りてきたのです。私たちは町からやってきた。さらっていった子供を返してもらいたい。そうでない場合、私たちは君たちをテントごと焼くよう言われている。こうしたことが今後決して起こらないようにするためだ。私たちはこの子たちをさらってきはしなかった。この子たちが自分でやってきたのだ。だからこの子たちが
町へ帰るかここへ残るかはこの子たち自身が決める。分かったかね、私たちがどれほど危険な仕事をしているか。さあ町へ帰るかそれともここへ残るか自分でお決め。私たちはどちらでも構わない。老人は同意を求めるようにサーカスの他の人々の顔を見ました。みんな黙って静かにうなずきました。みんなもいいと言っている。どうするかね。僕はここに残ります。私も残ります。それじゃ決まった。おいで。老人はロロとナナを両脇に抱え込むようにしてテントの中に入りました。サーカスの他の人々もゾロゾロとそれに従いました。馬に乗った男たちに囲まれて青く輪郭を放つテントがひっそりと静まり返っております。火をかけろ。しばらくは男たちがテントに火を吹きました。テントは一度にどっと燃え上がりライトが国真っ赤の火柱となりました。金色の火の粉が数億の星のように空高く弾け、それはこれまでに見たどんなサーカスよりも華やかに、そして美しく見えたのです。対人関係を良くするには自分のことをいかに客観的に見られるかが大事なんですよ。ほら、街でモデルの女の子を見かけるとどこか違うでしょう。あれは自分が見られてるという意識を持つか持たないかの違いなんですよ。どうも信じられないな。騙されたと思ってやってみてください。この鏡に向かって話しかければいいですか。そうです。何話すんですか。それもあなたのご自由です。鏡に向かって自分、鏡に映った自分に何を話すか、それもまたあなた自身を理解し見つめる大切な要素なんですよ。なんだか照れくさいな。やってみてください。私何も言いません。こんにちは。よくお会いしますね。確か今朝歯を磨いている時にも会った。あなたも歯を磨いていた。起きる時間は同じなのかな。いいんですか。いいですよ、続けてください。こんにちは。今日はあなたとゆっくり話すことにします。何か私に聞きたいことはありますか。そうですか。私の方にはいくらかあります。いいですか。そうですか。じゃあ私から喋りますが、驚かないでください。私、
会社を辞めることにしました。あまり驚きませんね。あなた知ってたんじゃないですか。それはまあそうだ。いいですよ。難しいですね。いやいや続けてください。私あまりあなたが驚かないんでなんだかがっかりしました。まるで底なし沼の底を見つけてしまったような。あ、いやいやいや、そんな無理に驚かなくてもいいんですよ。あなた意外と気を使う方ですね。ああそうだ、この間部屋で氷をなくしましてね。いや水割りを作っていたら氷がコロコロコローって転がってどっか行ってしまったんですよ。氷なくすと大騒ぎでしょ。ほら早くしないと溶けてきちゃうし。つまんないなこの話。やっぱりつまんないんだ。あなたそうならそうとはっきり言えばいいじゃないですか。私のこと嫌いでしょ。じゃあ好きなの。彼女の本心は一体何なんだ。私のことが好きなのか。本当は嫌いだけど私が傷つくのを気遣って何も言わなかったのか、それとも本当は好きなんだけど恥ずかしくて嫌いなふりをしようと思っているんだけどわざとらしくなるから何も言わなかったのか、あるいは本当は嫌いなんだけど好きなふりをしていても見破られるから何もしなかったのか、あのはっきりしてくれませんか。何も反応なしか。あなたどうしてはっきりしないんですか。それは私がはっきりしないという意味ですか、それとも私ははっきりしているがあなたがはっきりしないということか、それとも私もあなたも両方ともはっきりしないのか。いやいや、あなたも私もはっきりしているがこの件に関しては何も言わないということがはっきりしているという意味ですか。この際だから思い切って話し合いましょう。あーそうだ、いっそのこと旅に出ませんか。どこか南の島がいいな。なんだかのんびりしていて。あなた今嫌だって言いましたね。初めて意思表示をしましたね。嫌だって言う。私は南の島に行きたいんですけどね。私が行きたいって言えばですよ、あなたも行きたいって言うと思ったんですよ。だってあなたは私はあなたなんですからね。そうだ、あなたと私にも違いがある。例えば私の表の心と裏の心が違うとか、いや、いいもんですね。もう一人の自分に話すのは。バカ！バカ！始まったんですよ。子供の頃花火に火をつけようと柄の方を口に加えたつもりだったんですが、それが逆で花火の方だったんです。その夜は眠れなくて花火の毒で死ぬんじゃないかと心配で、それ以来うまく言えない不安が私の周りについて離れないんですよね。へえ、なぜ回るんですか。いえ別に。
いや、わけ話してください。どうして回るんですか。さあ、いや、私そういうのが一番不安なんですよね。わけ話してください。どうして回るんですか。あなたまでどうして回るんですか。ちょっと回るのやめてください。回るなちょっとやめてくださいよ。ちょっと私をからかわないでください。春雷春の雷はいいわね。あったかそうで。わけ話してください。なぜ回るんですか。さて、私の意外な一面でも見せようかな。え、見たいな。どうしても見たいな。そう言われたんじゃ仕方ないな。ちょっとどういうことですか。行きます。私はお前のそういうところが一番嫌いなんだ。意外だな。意外な一面見せてもらっちゃったな。あなたこの方と初対面でしょ。そうよ。じゃあなぜ意外だってわかるんですか。私が意外だと思ったから。春雷。飛行機来ませんね。ええ、来ますよね飛行機。どうして。どうしてって、時刻表にももうすぐ到着するって書いてあるし。だから毎日ここから出てるんでしょ。だから来るって言うんですか。だってあなた方だって待ってるでしょ。ええ、ちょっとどういうことですか私を不安にさせることはやめてください。私は自分自身から不安を取り、だから回るのやめてくださいねえ。やめてください。うんこしたくなっちゃったあ、トイレに行きたかったんですか。それでぐるぐる回っていたんですか。してくればいいじゃないですか。子供はトイレに行きたくなるとぐるぐる回りますもんね。私は別に行きたくない。でもそっちの人、笛の人したいんでしょ。してくればいいじゃないですか。ぐるぐる回ってないで。嫌だ嫌だ。どういうことですか。だってさっきご飯食べたから。え、ご飯食べてすぐうんこすると頭悪いと思われるでしょ。どうしました。ああ、よかった、解決されて。解決。あなた方と話してると妙な不安が次から次へと巻き起こって、今収拾がつかなくなっていたんですよ。ああ、でも今のは解決された。トイレに行きたいからぐるぐる回ったんだ。ああ、そういうことですか。だから言ったでしょ、私花火を舐めてからもさもさっとした不安に取りつかれてるって。トイレに行きたいから回ったんだ。解決されてよかったチロリアンの人は明るいな。何ですか、あなた次から次へ。そうだって、あの人チロリアンでしょ。ああ、それはそうですが。チロリアンの人は明るいな。苦労に顔を歪めたチロリアンを私見たことないな。人殺しのチロリアンも見たことないですよ。なるほどね。私もし誰かに殺されるならチロリアンは絶対に嫌だな。ああ、私も同じことを言おうと思っていました。死にがいがないというか。そうですね、チロリアンだけは絶対に恨みを買いたくないな。まったくです。あなた大丈夫ですか。チロリアンに恨みを買うようなことしていませんか。何なんですか、あなた。私はどうやったらチロリアンに恨みを買うのかさ知りませんよ。ああ、チロリアンがあんなにたくさん。春雷。さっきの話だけど、食事の後にうんこに行くと頭悪そうだけど、お風呂から出てすぐうんこに大損したような気がするそうですね、全く同じ自分の行為なのに、食事の後のうんこは自分に返る。
風呂上がりのうんこは大損。不思議だな。うんことおしっこどっちが頭悪いかな。何なんですかそれ。春雷。うんこでしょ。どうしてかな。じゃあこうしましょう。ああそう言おうと思ってたんですよ。ええ。世の中の頭のいいものと悪いものを決めるんですね。植物の中で何か頭の悪そうな感じのものってあるかな。なんでそんなことするんですか。ヘチマ。あ、ヘチマ。頭悪そうですね。泥ネギ。ペンペングサ。頭軽そうですね。コケ。コケは哲学的でしょ。植物飽きたな。飽きましたね。身の回りのもので何か頭の悪そうなものはあるかな。だからなんでそんなことするんですか。毛抜き。やることと名前が一緒ですもんね。牛乳瓶の蓋開けるやつ。あれ名前わかんないですもんね。名前わかんない。バカそうですね。あれちょっとも身の回りのもの飽きたな。飽きましたね。病気で何か頭の悪そうなものってあるかな。10円ハゲ。ちまめ。病気飽きたな。飽きましたね。会社で何か頭の悪そうなものってあるかな。ニコニコ堂。会社飽きたな。飽きましたね。工事現場で何か頭の悪そうなものってあるかな。工事現場にはいっぱいありそうですね。砂利。モッコ。イラン人。春雷。聞きませんね。どうしました。見てください。4時44分。それがどうしました。私花火を舐めてから4に付きまとわれてるんですよ。時計を見れば4時44分。車に乗れば44,444キロだったり、エレベーターに乗ればそのエレベーター4階で止まったり、タバコを吸おうとすれば数字が444だったりするんです。ほら4というのは死につながってるから嫌だなと思ってるとどんどん4が出てくるんです。私ノイローゼになりそうですよ。意味もなく不安に駆り立てられちゃって。ああそういうことですか。どこか絶対に安心なところはありませんかしら。不安のないところは。何がそんなに不安。いや何がって、ホーム箱にですよ、マイナスのドライバーあるけどプラスのドライバーはない。これだけで不安でしょう。どうして。だってプラスのドライバー使うときないんですよ。ああそれは不安だな。水道の線をひねれば貯水タンクの中に死体があるんじゃないか。窓を開ければカーテンの向こうから誰かが覗いていたんじゃないか。山を見れば山の間からニューッと怪物が出てくるんじゃないか。もうやめてください。だからね。ああ私は不安を取り除こうと思って勇気を出して飛行機に乗ろうと思ってるんですからね。やめてください。やめて、やめてください。やめて。あ、それうんこじゃないわね。嫌だ嫌だ嫌だ。春雷死ね。意外な一面を見せてもらっちゃったな。それもまた意外だな。ピクピクしてる。でも死んだからといって人は不安から解放されるんですか。知りませんよ。
私死んだことないんですから。それもそうね。襲来棒に振りかかってるね。ハーフスイングぐらいしてるね。私杉山くんね見るの10年ぶりぐらいなんだけどさ、これ多分ね20年書いててこれじゃあね、これじゃあ買う人いないだろうね。反逆する物体何これ。意味さえわからない。これじゃあの人生活苦しいんでしょ。うん、バイトで食いつないでるらしいよ。そう、こないださあいつんち遊びに行ったら新聞が届くたびにスーッと部屋の温度下がんのよ。何よそれ、どういうこと。ちょっとは自分の頭使って考えたら。何よそれ。まあまあ玄関と部屋が直結してるってこと。一間ってこと。そう、そんなことは考えなくたって分かってるわよ。あいつさこのままってわけにはいかないでしょ。杉山くんどうするのかなこれから。よかった、私杉山くんじゃなくて。なんて人なの。あなたも少しは責任を感じたら。どうして。あなた、あの時杉山くんに何て言った。え、スウェーはピカソかゴーギャンだな。あ、あれグレングレンに酔っ払ってる時ね。それよりあんたでしょ。何が。あんた杉山くんに持続は才能だ、持続して持続してこんなんなっちゃったよ私持続は才能だなんて言ってないわよ。言ったでしょ。持続も才能の一つだ。あ、言葉変えてやんの。変えてなんかいません。変わってんじゃん。持続も才能。わって言ったの。持続も。わって言ったの。も。わ。も。わ。子供簡単。もなのよ、も。うわいずれにしても、ここまで続いたのは地獄の才能というよりこれじゃ地獄の才能ね。あはははあはははあはは。今日は妹にちゃんと言ってあげようよ。え、今こんな時代で40過ぎてもさちゃんと人手がいるから、まあ、人並みってまではいかないにしてもなんとかこの仕事を辞めても食べるぐらいになるでしょう。ね、仲間の私たちがあの人に印籠を渡してあげるのが一番なのよ。あんた言ってよ、才能ないって。なんでそうやって人に責任を押し付けるの。いや、私だってきちんと言うよ。あんたは才能ないかもしれない、まあ、私の場合は言葉ちょっと柔らかくなるけどさ。言うよ。言葉が柔らかくなった分だけね、相手に対して冷たいってことなのよ。でも今からでも間に合うかな。あの人もバカじゃないんだから。手遅れじゃなきゃいいんだけどね。うん。いやー魂を売った人々手遅れ。どうだ10年かけた俺の作品群は。まず全体的な印象からまず伺おうかね。まあ、
体的な印象から言えばとってもいいよ。私感動した。そうでしょ、ひみちゃん、あなたどう？え、うん、感動っていう言葉はこういう時に使うのかな。そうだろ。まあ金銭的にはお前たちの方が恵まれてるかもしれないが、気持ちあるの方がリッチだからな。まあしかし情けないよな。共にアートを志したお前たちが広告代理店と動物園の飼育係か。今何飼育してんだ？今はカバ。ん？キリンじゃなかった？人事異動でね。動物園の人事異動ってキリンからカバになったりするんだ。まあどっちだっていいか。いや、どっちだってよくない。キリンとカバじゃえらい違いなの。飼育法が全然違う。そりゃ全然違うでしょ。だってカバ水の中だもん。ああ、そっか。あんたなんか言い方にトゲがあるね。そう？あんた動物知らないね。あなたほどは知らないけどね。まあいいじゃないか、そういう次元の話は。もっと人生の真理について語り合うか。え？人生の真理について語り合いたいんだけどさ、杉山くん、その前にあなたそのベレー帽取ったらどうなの？やっぱりな。何そのやっぱりなって。忘れてると思って。忘れてる？この帽子、俺が画家になる時にお前買ってくれたんだよ。懐かしいな、思い出すな。いや、俺もやっぱりね、筆を折ろうと思った時あった。そして就職の面接試験を受けようと思って玄関で靴を履いた時にだね、ふとこの帽子に目がいった。ああ、木下言ってたっけ、持続は才能だって。やっぱりまだ。だから俺はこの道をずっと貫き通してきた。よかった。なんか万感胸に迫るものがあるね。うーん、懐かしい。キューって分かるだろ。いや、全然分かんないな。そうだ、ほんだお前昔からデリカシーなかったよ。まあその点木下違う。私、わって言った？私確かあの時、持続も才能の一つだって言ったつもりだったんだけどな。持続もって言った？そうよ、そういうふうに言った。私覚えてるわよ。え、持続？え、そう？そうよ。俺聞き違い？そうよ。あー、よかった。俺もって言われたらとっくに筆落ちたよ。え、聞き違いだれってラッキー。木下、この俺の心遣いに涙の一つを見したらどうだ。どうしようもないね、ゆみちゃんはね。まいったな、もう。まあいっか。それより俺はこの展覧会にかけてる。まあ今日はお前たちの素直な感想を聞きたいな。ほら、あんまり親しくないとさ、露骨な批判ってのはしてくれないもんなんだ。俺としては自信があるんだが、ここは客観的な意見が欲しいからな。まあそういったわけで、お二人には具体的な感想でもお聞かせ願っちゃおうかな。ん？のだ。はい。あ、ディスタコかよ。あ、そう、うん、分かった。ちょっと待ってて。なんか頭の芯が痛くなってきたね。神様はいるわね。確かにそう思うよ。それよりあんた、くだらないことしないでよ。何が？あの帽子。あれ、私全然覚えてないのよ。全然覚えてないって、よくそんな無責任なことが言えるね。なんで？人一人の人生変えてんだよ。そんな大げさなもんじゃないのよ。じゃあ現実見てみなよ。それよりどうするのよ。どうするって？この絵を見た具体的な感想って言ったのよ、あの人。この絵を見て、なんて言うのよ。ゆみちゃん、あなたも大変ね。だからそうやって人に責任を押し付けないでって。ゆみちゃん、あなたが杉山くんに帽子をかぶらせたんでしょう。今度はあなたが帽子を脱がせてあげてよ。
言ってんのよ、あんた。難しい。もう難しいなら言わなきゃいいじゃない。横で聞いてる方が何が起こったかと思うでしょ。何横でぐるぐる回ってんのよ。つかねずみ、あんた。うまいこと言うね。具体的な感想よ。大変だな。だからそうやって人に責任を押し付けないでって。一緒に考えましょう。一緒に。大変だから大変だって言ってんじゃない。あー、冷たい人ね、あんたって。昔から冷たいと思ってたけどね、動物相手にしてからもっと冷たくなったわよ。あんた、動物愛護協会に訴えるよ。何よそれ、論理になってないでしょ。動物扱うとなんで人間が冷たくなるのよ。暖かくなるのが普通でしょ。なんか言い方わかんない。君の、あんたの言い方の方がよっぽどわかんないわよ。何が言いたかったの。黙らないでよ。見てんのよ。あ、そっか。でも杉山くんの人生は杉山くんの人生だからね。そうなのよ。他人まで責任持てないでしょ。だからね、正直に感想言えばいいのよ。正直に言ってこの絵に。そうだよ。いやー、待たせたね。いや、この展覧会なかなか評判良くてさ、結構問い合わせてんだがあんのよ。よかったじゃないの。まあしかしな、あんまりマスコミに踊らされてもな。それでダメになったやつ何人もいるから。杉山くん、あなたももう少し踊ったらどう。なんだって。言っていいことと悪いことがあるんだぞ。いやー、痛い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 。どうだ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 、懐かしいか。みっちゃん、どこ行くのよ。帰っちゃダメ。ダメよバカ。杉山くん、あんたちょっとひどいんじゃないの。そっか、ほんなごめんな。それより木下、どうだこの絵。うん、杉山くん、あなた結婚しないの。なんだ急に。ちょっとその辺が気になっちゃって。答えはノーだ。どうして。理由はない。なんか杉山くんに聞くことないの。帰りたいよ。おい、何やってんだよ木下。この絵の感想はどうだって聞いてんだよ。まあ素直に言ってくれればいいんだよ。さっとな、思いついたことを。素直にね。言ってみた。どうだ。そうだな。どうなんだどうなんだ。あー、ねえねえ、昔みたいに変えちゃうでしょ。だ、ごめんな。変えちゃダメ。ダメ。さあ木下、正直に言ってごらん。うん、悪くないわよ。うん、悪くない。悪くない。ってことはいいってことかな。いや、言ってるな、お前の才能に。アハハ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 ハ。水がうんこの両脇を潜水艦のように流れる。うんこ絵にしちゃったの。そう、俺はそこに人生を見たね。たとえうんこであっても美しいものは流されない。美しいうんこが。まあ凡人には分からんかもしれんがね。うんこが美しいかな。ほんだ、どうだ。絵にすることはないと思うな。これだから素人はダメなんだよ。これを映画や写真撮ってどうする。絵だからこそ本質が見えるんじゃないか。そうかな。うんこ写真に撮ってもね。それはただのうんこだ。まあいい、どうだどうだ。うん、感想感想。木下、なんだもう、イライラするな、もう。あれ、ひょっとしてお前たち、俺の絵じっくり見てないの。あ、実はそうなのよ。さっき、みっちゃんとくだらない話しちゃってさ。さっきのはほんとくだらないよね。
そっか。じゃあゆっくり見ていってくれ。俺嫌だけど向こうで関係者と話してくるわ。時間あるのか。あーそっかそっか、うん、じゃあゆっくり見ていってくれ、うん、どうする。やっぱりはっきり言った方がいいんじゃないかな。そうかな。どう見たって才能ないもん。あの人流れないうんこに人生見てるのよ。そうだよね。それにほらこれ、なんだかわかんない人の顔だって、これピカソの真似でしょ。私たちが見たってわかるんだから、これ専門家が見たらひどいことになるわよ。なんか表現として稚拙だもんね。同じわけわかんないならさ、もう感想が言えないくらいわけわかんなければいいのにね。そうすれば私たちにないものをあの人が持ってるってことになるんだけどな。これだけ分かりやすい才能のなさも珍しいよね。あなた、あの人がいないと随分はっきり言うのね。ヘッドロックないからね。あ、そっか。でもあの人にはっきり言うのもね。あ、そっか。はっきり言って自殺でもしちゃったらね。あいつ頑丈そうに見えて意外と脆いからね。そうなのよ。うん、ちゃんと言うのはやめよう。どうして。ちゃんと言わない方があの人にはいいと思うんだけど。そう。同じ勘違いなら一生勘違いしてた方が幸せってこともあるしね。そうかな。それにあの人見た。ん、あれもどうしたって取り返しつかないよね。じゃあ絶賛するか。これを、うん、ちょっと待ってよ。じゃあ絶賛するものとしないものを決めるってのはどう。あ、それいいね。君と一緒だと楽だよね。お互いの意思の一致を見るということで。そのうんこどうする。これはダメでしょ、汚いもん。下手に褒めてこれお前買えなってことになったらね、私ん家の玄関に飾んなきゃいけなくなるもんね。私玄関通るたびにうんこ見んのやだ。もうちょっと綺麗な表現にした方がいいよね。タイトルは水平の彼方に。タイトルは綺麗なんだけどね。じゃあこれはけなす。はっきり言ってよ、あんたも言うよ。汚いって言ってよ。言うよ。これは好きじゃないって言うからね。あれはどうする。東京タワーにぶら下がってるキュウリ。これはシュールでいいんじゃないかとか言えばいいんじゃない。なるほどね。東京タワーからキュウリがぶら下がってんだから、これはシュールでしょ。そうだよね、シュール。ダリだよね、抽象だよね。ダリを超えたねとか言ってみる。よろしくよ。ダリを超えたか、いい表現だね。じゃあこれは褒めよう。これはこれでっかいからね。これけなすと偉い目に遭うよ。力入ってるよ。力入ってるもんね。無駄にでっかい気がするんだけど。躍動するダイナリズム。え、何これよ。躍動してるとこある。これ繊細な中にも大胆な筆遣い。繊細さはないでしょ。ここだって絵の具が途中で切れちゃったからやめたって感じだよ。炸裂するパワフル。日本語になってないか、怒られるよ。圧倒的にパワフルね。これは褒めよう。でっかいからね。これはこれ、これは触れなくてもいいでしょ。これ触れないの。これは触れなくていいよ。まあちっちゃいし触れなくてもいいでしょ。それにしてもあの人もいろいろ書いてるわね。風景画は描く、抽象画は描く。トイレの横にあったのポップアートだよ、あれ。そんなのあった。私
入り口の左で左側だったかな、水墨画見たわよ。あれ人のでしょ。人のじゃないわよ。赤い字で杉山って書いてあったもん。あいつマスコミに踊ろうと思って踊れないだけなんじゃないの。ねえ、いつもさあんたといると本当にイライラするんだけど、今日ばっかりは飼育係と一緒で本当に良かったわよ。私はちょっとイライラしてる。新井ちゃん褒めすぎですりゃ。けっ、見えすぎたお世辞嫌がって。俺の絵をゼリーに換算する主戦道が。ああ、気にすんな気にすんな。いるんだよそういう輩がさ。さ、一番厳しい友人の意見聞いちゃおうかな。怖いな怖いな。厳しいわよ杉山くん。そっか、厳しそうな顔してたな。杉山くん、まとまったよ。いやイメージがね。よし、じゃあお前たちが厳しく来るんなら俺は自信作からいくよ。これだ。この水平の体、これはいいだろ。これは文句言わせない。お前たちのために描いたと言っても過言ではない。これ自信作。そう、来ました。躍動するダイナリズム。まあ木下抽象得意だからな。繊細な中にも大胆なんで。お前昔から抽象得意だったかな。パラス。本当お前は抽象得意だったよ。私昔書いてたから抽象が。どうだ。綺麗なうんこだな。まあ、お前確かに抽象ダメだからな。お前にはあれだ。これ、これ私のために書いてくれたんだ。そう、私の歌と題してな。そうか、これ私のためか。やっぱそう気がしてたんだよね。うん、これはシュールでいいよね、なかなか。うん、シュール。あ、とってもシュール。これは風景画だ。え、写実だぞ。写実。なんだシュールって。いや、俺んちの2階のベランダにキュウリ棚があって、それ越しに見た東京タワーじゃないか。風景画だよこれ。いじゃなくてさ。ダウンだ。キュウリが小さいよね。何言ってんだよ。いや、遠近法って言って近くの。ミレオ超えたわね。何言ってんだよ。いいえ、ミレオ飛び越えたわね。木下お前すぎだよそれは。お前、あ、風景得意だっけ。自分じゃ描かないんだけど見るの好きだから。女勉強しなよ。そんなに責めないの、カバと一緒に暮らしてんだから。そうか、じゃあこれ引こうか。これユミちゃんが随分の言葉を持ってたね。なんだ、敵の下役。あ、でっかい絵だわね。だいたい8ヶ月半かかったな。対策ね、絵の具いっぱい使ってあるしね。勉強しろよ、もうちょっとな。これくれない、売って、売ってくれない、私に売って。ああ、分かった分かった分かった。まあいいだろう、この絵はな。それよりも、お前たちにさ、詳しく聞きたい絵があるんだよ。俺の可能性の一つを見つけた絵と言っても過言じゃないんだから、これは喋ってもらうぞ、これだ。これはちょっと難しいかな。どうだ。まあそもそもさ、抽象ってのは物の見方の提示なんだよね。まあそれ新しい見方もしないで、まあ、だってたらめに書いて抽象だって言ってるやつらに対しての、まあいわば暗示でもね、まあそのやつらに対してのまあ手本というかなっていう。
対人関係を良くするためにはいかに自分を客観的に見られるかが大事なんですよ。ほら、街でモデルの女の子を見かけるとどこか違うでしょ。あれは自分のことを見られているという意識を持つか持たないかの違いなんですよ。どうも信じられないわ。騙されたと思ってやってみてください。この鏡に映った自分に話しかければいいんですか。そうです。何話すんですか。それもあなたのご自由です。鏡に映った自分に何を話すか、それもあなた自身を理解し見つめる大切な要素なんですよ。なんだか恥ずかしいわ。やってみてください。私何も言いません。こんにちは。よくお会いしますね。確か今朝歯を磨いている時にも会った。あなたも歯を磨いていた。起きる時間が同じなのかしら。いいんですか。いいですよ。こんにちは。今日はあなたとゆっくり話すことにします。何か私に聞きたいことありますか。そうですか。私の方はいくらかあります。いいですか。じゃあ私の方から喋りますが、驚かないでください。私会社を辞めることにしました。あんまり驚きませんね。あなた知ってたんじゃないですか。そりゃまあそうだ。いいですよ。難しいですね。続けてください。私あなたが驚かないでなんだかがっかりしましたよ。そうだ、まるで底なし沼の底を見つけちゃったような。いやいや、別にそんな無理に驚かなくたっていいんですよ。意外とあなた気を使う方ですね。あ、そうだ、こないだ私ね、部屋の中で氷をなくしましてね。いや、いちごミルクを作ろうと思ったら氷がコロコロコロって転がっちゃってどっか行っちゃったんですよ。氷なくすと大騒ぎでしょ。ほら、早くしないと溶けてきちゃうし。つまんないな、この話。ああ、やっぱりつまんないんだ。あなた、そうならそうとはっきり言えばいいじゃないですか。あなた私のこと嫌いでしょ。じゃあ好きなの。彼女の本心は一体何なの。私のことが好きなのか。本当は嫌いだけれども私が傷つくのを気遣って何も言わなかったのか、それとも本当は好きなんだけれども気恥ずかしくって嫌いなふりをしようと思ってるのがわざとらしくなるからやめたのか、あるいは本当は嫌いなんだけれども好きなふりをしても見破られるから何もしなかったのか。あの、はっきりしてくれませんか。そうか、何も反応なしか。あなたどうしてはっきりしないんですか。それは私がはっきりしないという意味ですか。それとも私ははっきりしているがあなたははっきりしない性格なのか、あるいはあなたも私も両方ともはっきりしないのか。いやいや、あなたも私も両方ともはっきりした性格で、この件に関しては何も言わないことがはっきりしてるという意味ですか。この際だから思い切って話し合いましょう。あ、そうだ、いっそのこと旅に出ませんか。どこか、あ、南の島がいいわ。なんだかのんびりしていて。ああ、あなた今やだって言いましたね。初めて意思表示をしましたね。私は南の島に行きたいんですけどね。私が行くといえばあなたも行くって言うと思ったんですよ。だってあなたは私で、私はあなたなんですから。
私の表の心と裏の心が違うんだ。いやー、なかなかいいですね。もう一人の自分に話すのは。バカ！頑張りたいと思います。本日はどうもありがとうございました。